クラウス・トイバーはドイツのボードゲームデザイナーである。トイーバーの代表作、カタンの開拓者たちは1995年の発売から2016年までで2500万個以上の売り上げがあり、30以上の言語版が存在するなど、世界的な人気がある。トイバーはドイツ年間ゲーム大賞をカタンの開拓者たち、バルバロッサ、ドリュンター・ドリューバー、 貴族の務めで4度受賞している。1981年にトイバーはバルバロッサの前身となる初めての作品を作った。7年後の1988年、バルバロッサは初めて商品化されたトイバーの作品となった。1973年に結婚した妻クローディアとの間に2男1女の子供がいる。1999年に 専業のボードゲームデザイナーとなるまでは、父親から受け継いだ、鹿木講室で、鹿木講師の仕事もしていた。1992年に、T.M. スピール社を設立。2002年には、キャトン GMBH 社を妻や3人の子供たちと、共に設立した。主な作品リスト AB、イドリエン・ラッフル、ザ・マンフービルとキャトン、ザ・ニューヨルカー、2016年7月15日閲覧。 クリステーラー、フォーゲットモノポリー、シックスファイナンシャルレッスンズフロムキャトン。ロイター、httpww.reuter.com、アーティクル、アスマネーレッスンズキャトンアイダスクシエンレウジュ、P ハット ABC、インフォメーションアバウトクラウス・トイバー。キャトン GMBH、com, article, lessons, on, h, 2016年7月15日、閲覧。ありがとうございます。